とそれ治療やめてもらっていいですかそれ。おー左がえげつない。色が最悪すぎますね。アケールです。寝起きです。今回は不眠とストレス治療ということで、短い睡眠時間でも睡眠の質を高めるという意味で、バリをしました。肉体改造するって決めたんですよね。ああ、そうですね。体重はね、そんな変わってないんですけども、ね、体重が変わるかわいいよ。気痩せするタイプなんですね。わがままボディーを全世界公開です。あー意外ですよね。じゃあやめてもらっていいですかそれ。肩しかも肌荒れやばいですね。多分ね、なんか感染してると思います。あ、体は、うん、ちょっとこれは体も硬い。肩結構ストレスが溜まるとここのが何、湿疹というかアトピーができるということ。肘に出るのはですね、こう受け入れたくないっていう心の表れなんです。何をですか？分からん。そのボディを受け入れたくないんですかね。それはないとは言えない。うん、なるほど。じゃあもう寒いと思うんで、ちょっとこっちに着替えてもらって。そうそう。ということでね、今日はまああの、え？こぼれての吸い玉はしないんですよね。あ、してもいいですよ。しましょう、じゃあ。ですか。買ってんよ。買って、あ、じゃあ後でチェックしましょうかね。デコルテスイダーから出てきますね。不眠の患者さんもね、そうなんですけど、疲れるって大事です。肉体的疲労がないとやっぱ睡眠って質のいいものにならない。ああ、デコルテが。でででで。あ、今痛いんですか？痛い。大丈夫です？多分リンパ系じゃないかな。ああ、た、わ、硬い。ここ。ここ。左の方が痛いね。うん、今日はまず免疫の治療もちょっとやっていきたいんですよね。まあ、井上先生あの寝不足なんでしっかり寝てもらうために、まあ、血流だったりリンパとかあの水の流れが悪いと不眠の原因とかストレスがなかなか外に出せないってことが起こってくるので、後ほどするんですけど、ここ自家線リンパ、ここもねパツパツなんで、ここもアプローチしていくので、まず先にこの液化リンパ買っていきます。オイルを塗布して行きます。カナにはデコルテっていう素晴らしいオプションがあるんですよ。肩こり、首こりの方にもおすすめですね。純粋にデコルテの吸い玉はあの初めに言っておきますけど、メタにしないです。体見て、あ、これは吸い玉必要かなって方にはしていきます。していきますよ。とうわよー、ブケちゃん、おはようございます。よいしょ。おーあゴリゴリがすごい。すごいですね。プチプチ。ゴリゴリを通り越してなんかボキボキっている。ここ。あいやあ。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 ゴリゴリがすごい。痛い。あ、でもだいぶ治りました。今のだけでも。もう全然違います。もうすぐすぐに入れる気がする。うん、ここもちょっと下に湯布っていうツボがあるんですよね。でここストレスある人は押すと結構痛いです。デトックス作用があるんで、この辺を自分で結構こう押してあげると、私は好きなんですよね、気持ちいい。まあ痛い人痛いかもしれないですね。ああ、湯布を流されると、左がえげつない。湯布さん、ちょっとついでに髪周りもしとこうかな。なんでなんでなんで、そんな予定なかったよね。いや、その痛いよ。ここ、ね、痛い。え、そんなに痛いですか？そんなに痛いですか？え、絶対そんな。いや、痛い。引きちぎられるかと思って。ここはそんな痛くないですか、首。ああ、いやでも痛そう。いきますよ。以上。ああ、痛いなーい。あいちゃんも攻撃しないでください。いや、でも見えないし。うわ、痛い。あの、上の方が痛い。言葉にならんとはこのことよ。ああ、だいぶいいですね、でも。じゃあ、つけていきましょうかね。ここ固まると、それこそ肩こりとか、たるみの原因になっちゃうので、結構鎖骨周りはね、ケアしてあげるのがおすすめです。デコルテはこんなもんで、ストレスと不眠治療やっていきます。
脈をね見ていきたいと思います。肝臓が強いです。ストレスフルな感じですね。なんで今日は肝臓のツボを使っていきますね。肝臓のツボは足に置かれます。よいしょ。肝臓がですね、まあ、怒りっていうのを司っているんですよね。なんで結構肝臓が機能が亢進しすぎると怒りっぽくなりやすいっていう。ストレスがすごい溜まるとやっぱ怒りやすくなったりとかする人は肝臓がちょっと病んでるかなっていうのがあります。いい感じですね。首周りにも針をしていきますね。ここ結構下の針とかで刺激してあげるとリラックスしやすい状態。ちょっともう起きちゃうかもしれないぐらい多分ちょっと刺激な針をしていきますね。 A さんに針をしていきます。チュイーンってするのでここはうん目が覚めたわ。ここはですね、A風って顔面神経の通り道って言われてるんですよね。顔面神経って感覚神経と運動神経と副交感神経が全部あるんですけど、でその中の副交感神経ですね、唾液を分泌したりとか涙の分泌とか、硬いなこっち。でね、井上先生泣かないんで、泣くこと大事ですからね、ストレスは。肝臓はですね、さっき言った感情だと怒りで、筋肉を司るって言われてるんで、肝臓が病むと釣りやすいとかっていう症状とかも出てきます。目が赤くなったりとか、目に症状が出たり、涙を司ってるので泣くといいですね。というかこの面白いのに味覚もあるんですよ。ゴミって言って、肝臓だと酸っぱいになるんですよね。酸味、酸、酸、む、ちょっと待って、酸味系のものが足りてないって言われてるんで、梅干しとかいいかもしれないですよね。で、だからここの頭のところに、ちょっと電気を流していきます。これはですね、結構アメリカとかでも使われてて、ハモハモ言ってる、もごもごしてます。寝てますね寝てます。何食べてるんでしょうね、うん、ここがですね、目の間のところが呼吸器って呼ばれてます。でその横が胃腸系で、まあ、ここ胃腸系ですね。最後が回復能力ということなので、まあ、体全体に結構アプローチをしてくれます。全ての痛みとかを結構頭皮で取るっていう考え方もあるので、結構頭に針するっていうのをですね、不調を取り除くのにとても有効な治療になります。どうしても頭皮とかお肌とかってやっぱストレス受けやすいので、ちょっとブヨブヨしてますもんね、この辺。マッサージ自分でしたりするんですけど、耳の周りっていうのすごくいいですね。やっぱね、今マスク生活でこの辺の筋肉っていうのすごい疲れやすいとこではあるので、ここに井道っていうツボがあるんですよね。ここは不妊症とかですね、そういったものができます。よし、こんな感じですね。ちょっとじゃあついたの外していきます。バカ、ここは出ましたね、さすがです。バカ、ここら辺にねちょっとあんまり出てないんですよね。ちょっとまあこの辺りっていうのはどうしても皮膚が薄いんで水泡ができやすいリスクもあるんで、ちょっと弱めにしたっていうのもある。そうなんだ、もう色が最悪すぎますね。いきますよ。バカ、とんでもない色してますね。時間たたんで針取っていきますね。先生、起きてますか？嘘寝ですね、それは。また可愛こぶってますよ。それで今からもバリバリ働けますね、内先生。チャラララララチャラララララララ D、 だいぶでもカチカチだったのが緩んでますね。よいしょ。チャラララララララチャイーン、はい、ことで終わりました。ナセセー来てますか？だいぶ柔らかくなりましたね、この首、背中の方、首。あ、
いい感じですね、柔らかさは。まだちょっとこの辺硬さは残ってるんですけど、まああとパツパツだったんで、やっぱこう症状が強い時は続けて3回から5回くらいしてあげると取れてですね、いい状態になっていくので。でもだいぶ柔らかさ出ましたね。こんだけ触っても痛いって言わないんで大丈夫かなと思います。先生どうしましょうかね。まあ今日はですね、不眠針とストレス治療ということで治療やってきました。専用ラインでご相談も受け付けておりますので、ご連絡いただければと思います。今後もこういった施術動画や健康情報を配信していきますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でバイバーイ。起きの会。おはようございます。起きないんですか？え、もう4時ですよ。起きてください。仕事中ですよ。先生、起きてください。起きなっていい。いや、起きなっていいですよ。いつでも。もう撮影終わってるんで。終わった。はい。すごいことになってますね、ここ。ちょっと詰まりまくりスティですね。え？詰まりまくり。いい子いますよね。で、ここはね、液体。絶対ない。絶対ない。初めてすぎて答えられなかった。合わせました感が。あいちゃんもう。あいちゃんうなずいてます。いやいやもう忖度の忖度やもん。